レッドブルザルツブルクは、オーストリアのザルツブルクを本拠地とするサッカークラブである。オーストリアブンデスリーガに加盟し、SK ラピードウィーンや FK アウストリアウィーンと共にリーグを代表する競合である。スポンサーの制限により、クラブは FC ザルツブルクとしても知られており、UEFA の大会でプレーする際には修正されたエンブレムと共に使用している。2017年に、 国際サッカー歴史統計連盟が発表したクラブ世界ランキングで10位にランクされた。1930年代まで存在していた FC ラピードザルツブルクと FC ヘルタザルツブルクの合併により1933年9月13日に SV アウストリアザルツブルクとして創設された。同じくザルツブルクを本拠地とする作1914。 ザルツブルクの影に長年隠れていたが、第二次世界大戦後に徐々に頭角を表すようになり、1953年に一部リーグに当たるオーストリアブンデスリーガに昇格した。1971年にはオーストリアブンデスリーガとミトローパカップで準優勝した。一方で、1950年代には一度、1960年代には三度、 1970年代と1980年代に一度ずつにブリーグへの降格も経験し、特に1960年代はオーストリアを代表するエレベーターチームの一つであった。財政的な理由から1985年には同じくザルツブルクを本拠地とし、当時は SV アウストリアザルツブルクよりも高成績を収めていたライバルの作1914。 ザルツブルクとの合併を自ら希望するものの、先方に断られるなどクラブの将来性が見えず、クラブの存続自体が長年にわたり、危ぶまれていた。FKA アウストリアウィーン、ラピードウィーン、そして FC バッカーインスブルックの競合クラブが、リーグ優勝やカップ優勝を重ねる中、SV アウストリアザルツブルクは、オーストリアブンデスリーガの弱小クラブの一つであった。 ちなみに1973年より、スポンサー名が、クラブ名につくようになり、クラブ名は、SV ジャーングロス、A ザルツブルク、SV スパーカス、オーストリアザルツブルク、SV カジノ、オーストリアザルツブルク、SV ベステンドーとザルツブルクと変更された。長年スポンサーであった、オーストリアカジノ社が、積極的に投資するようになり、ボルフガングファイアージンガー、トーマス・ビンクルホーファー、 ハイモプ・ハイフェンベルガー、ヘリベルト・ベーバー、オットー・コンラードなど数多くのオーストリア代表選手が所属するようになる。また、オリバー・ビアホーフが1991年に入団してリーグ得点王になった。1992年及び1993年にはオーストリア・ブンデスリーガで準優勝。1994年にオットー・バー・リッチ監督の下、リーグ優勝を果たした。 UEFA カップ1993から94では決勝に進出し、イタリアのインテルナツオナーレミラノに敗れたが、準優勝の成績を残した。1994から1995のシーズンで2年連続のリリーグ優勝。UEFA チャンピオンズリーグ1994から95にも出場し、グループリーグでオランダのアヤックスにホームとアウェーで引き分け、 ギリシャのエックアテネには勝利するが、イタリアの AC ・ミランに敗れて、同勝地点ながら得失点差で、グループリーグで敗退した。1995から1996シーズンは、クラブ内の権力争いもあり、チームがなかなかまとまらず、リーグ戦で8位に終わった。1996年の夏には、数多くの主力選手を放出、中心選手であった、ボルフガングファイアージンガーが、 オルシアドルトムントへ、ハイモップファイフェンベルガーが、ベルダーブレーメンへそしてオットコンラートが、レアル・サラゴサへ移籍したが、レネ・アウフハウザー、ロベルト・イベルツベルガー、デルノット・プラスネーカーなど若手も育ち、リーグ戦で3度目の優勝を果たした。1998年以降は、リーグ戦、オーストリアカップ、そしてヨーロッパカップでも結果を残すことができず、オーストリア・ブンデスリーガでは、 優勝争いに絡むどころか、二部降格の危機もあった。2000年以降もオーストリア分でスリーまで6位、6位、3位、7位、9位と、目立った結果を残すことができず、オーストリアカップでも当時オーストリア二部に属していた、FC ケルンテニア・ザンクトペルテンに敗北するなど1990年代の黄金時代を知るザルツブルクサポーターの期待を、裏切り続けた。 また財政上も非常に厳しい時期が続き、クラブは破産寸前の状態となり、プロサッカーの維持のみならず、クラブの存続自体が危ぶまれていた。2005年、レッドブルなどを取り扱うオーストリアの飲料メーカーのレッドブルがクラブを買収。名称がレッドブルザルツブルクに変更された。2005から2006シーズンは FC バッカー、インスブルック、ハンブルガー SV。 1>, 1、FC カイザースラウテルンなどの監督を務めたクルト、ヤーラが監督に就任。バイエルン・ミューンヘンから、元ドイツ代表のトーマス・リンケとアレクサンダー・ツィックラー、ボーフムからスロベニア代表のアレクサンデル・クナウス、チェコ代表のブラティスラフ・ロクベンツなどが加入、リーグ戦で準優勝を果たす。しかしシーズン終了後、選手の移籍金問題で、フロントと対立したためクルト・ヤーラは、 監督を解雇される。2006年の夏に、元イタリア代表監督のジョバンニ・トラパットーニと、元ドイツ代表首相のローター・マテウスがそれぞれ、監督とヘッドコーチに就任。また、ニコ・コバチ、ヨハン・フォンランテン、ティモ・オクス、デモ、マイヤー、ホルヘ・バルガス、クリスティアン・ティファート・マークス・シュタインヘイファーなどを獲得。2006年12月にガンバ大阪の宮本、 ツネヤスと浦和レッツのサントス・アレサンドロを獲得。オーストリアカップでは準決勝に進出し、リーグ戦は10年ぶりとなる4度目のリーグ優勝を果たした。UEFA チャンピオンズリーグ2006から07は予選3回戦でスペインのバレンシア CF に敗れた。2007から08シーズンはリーグ戦で準優勝の成績を残した。 UEFA チャンピオンズリーグ2007から08は予選3回戦でウクライナのシャフタールドネツクに敗れた。2007年6月12日様々な見解の違いからヘッドコーチのローター・マテウスを解任した。2008から09シーズンよりアヤックス・アムステルダム、FC ・ポルト、AG ・アルクマールなどで指揮を取ったオランダ出身のコウ、アドリアアンセが監督に就任した。 2005年より2012年まで、ドイツブンデスリーガの FC バイエルンミュンヘンと、提携関係を結んでいた関係から、多くの元 FC バイエルンミュンヘンの選手、スタッフが、レッドブルザルツブルクに所属し深い関係を築いていた。当時のクラブスポンサーも FC バイエルンミュンヘンと、同じアディダスと、アウディであった。また、皇帝として知られるフランツ・ベッケンバウアーのネットワークもあり、 数多くの元 2006FIFA ワールドカップの実行委員会のメンバーがクラブマネジメントに携わっていた。元 FC バイエルンミュンヘンのクラブ関係者元 2006FIFA ワールドカップ実行委員会のクラブ関係者さらにトーマス・リンケ、アレクサンダー・ツィックラー、ニコ・コバチ、マークス・シュタインヘイファーと往年のバイエルンミュンヘンの選手がレッドブルザルツブルクに所属していた。 2006から2007年シーズンには、元バイエルン・ミュンヘンの名選手、ローター・マテウスが、ヘッドコーチを務めていたが、2007年6月12日に、解任された。後任のトルステン・フィンクも、元バイエルン・ミュンヘンの選手であった。また、日本人選手獲得の原動力となった、スポーツディレクター・オリバー・クロイツァーも、元バイエルン・ミュンヘンの DF として、ドイツ・ブンデスリーが優勝や、 UEFA カップ優勝などの実績を残している。レッドブル社は以前からモータースポーツやエクストリームスポーツに対して資本提供することが多かったが FC レッドブルザルツブルクの前身となった SV アウストリアザルツブルクの経験を取得した以外にも2006年にメジャーリーグサッカーのメトロスターズを買収ニューヨークレッドブルズとして現在でも運営している。 その他にもレッドブルグループでは、ドイツブンデスリーガの RB ・ライプツヒ、オーストリア2部の FC ・リーフェリング、そして、レッドブル・ブラジルを経営している。また、2007年10月からガーナで、レッドブル・ガーナを経営していたが、2013年に、経営権を別の運営会社に譲った。しかし新たに命名された、ウエストアフリカンフットボール・アカデミーとは、提携関係を結んでいる。 2016から17シーズンにレッドブルザルツブルクはオーストリアブンデスリーガを優勝、r b ライプツヒはドイツブンデスリーガを2位になり、共に2017から18シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。しかし、チャンピオンズリーグを主催する UEFA の規約で、同一の出資者、または個人が運営する2つのクラブは同時に、 出場することができないとされているため RB ライプツィヒが CL に出場できない可能性があると報じられた。しかし UEFA は両クラブの CL 出場は規約に停職しないとして出場を認めた。ラルフ・ラング・ニックは両クラブのスポーツディレクターを務めていたが2015年に RB ライプツィヒの SD 職に専念することになったほか レッドブルグループのサッカークラブを統括する役職に RB ライプツィヒの CEO がついていたが2017年から RB ライプツィヒに専念することになるなど両クラブの独立性を高めるための分離が図られた。レッドブルザルツブルクに所属する選手がライプツィヒにグループ内移籍するケースが多く見られる。2016年夏にはナビケータ、ベルナルドラが RB ライプツヒに移籍した。2019年から過去7年間で18名の選手がレッドブルザルツブルクから RB ライプツヒに移籍している。2018から19シーズンの UEFA ヨーロッパリーグでは両クラブがグループリーグ同組となり直接対決が実現した。2018年9月20日 RB ライプツヒのホームで行われた試合は3から2で、 アウェーのレッドブルザルツブルクが勝利し、11月29日のレッドブルザルツブルクのホームでの試合も1から0で、レッドブルザルツブルクが勝利した。オーストリアブンデスリーが一部、オーストリアカップオーストリアスーパーカップエアステリーが、オーストリア、室内サッカーカップスタンコビッチ1クリステンセン43ラマー、リョ15ウーバー39ウルマー17。 中20ムーエップ45アシメル4ユヌゾビッチ16ベリシャ8中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づくクラブワールドランキングイフスハットザルツブルクトライプツヒ CL 出場をめぐる RB 問題の点末。兄弟クラブに向けられた懸念。フットボールチャンネル。2019年9月18日閲覧。ライプツヒと南野のザルツブルク。両方 CL 出場可能へ UEFA が発表。ゴールドットコム。2019年9月18日閲覧。分離は建前。RB ライプツヒとレッドブル帝国の領土拡大は続く。 フットバリスタ、2019年9月18日閲覧。RB ・ライプツヒはなぜドイツで忌み嫌われ、でも強いのか。フットバリスタ、2019年9月18日閲覧。ライプツヒ、ザルツブルクからボルフ獲得。キッカー日本語版。2019年9月18日閲覧。RB ・ザルツブルクから過去7年で、通算18人目となる、ザルツブルク、敵地で、 ライプツヒトのレッドブル対決を制す南野匠は途中出場ゴールドットコム2019年9月18日閲覧ザルツブルクがライプツヒ下す GS 全勝で決勝ティーへ南野は途中出場サッカーキング2019年9月18日閲覧チームレッドブルザルツブルク公式サイト2021年7月4日閲覧 ありがとうございます。